さあ、ワンピー側がニャンシー対するツーティー側がボン、竜対サガットの構図。さあ波動の打ち合い、球の打ち合いでゲージを貯めていく両キャラクター。さあここで前に出たのはボンちゃんでしたが、さあパカタがヒットせずと。さあ再び中間距離、球の打ち合いになっていますが、疲れを見逃さない。前に出るか、投げが通る、重ねて。さあここで近い距離、よく見ている、メス波動、後がないボンちゃん。アパカセビキャンセルできなかったか。さあニャンシがボンちゃんを煽る。1本目を選手したのがワンピー側、ボンニャンシ。さあ会場の後ろの方では黒人さんがかなりヒートアップしています。さあ画面端固め続けるが、早い段階で昇竜拳で切り落としていく。体力を大きくしてリードしているのは 2P 側ボンちゃんですが、リベンジゲージかなりマックスに近い状態、 1P 側にアンシー。これをうまく利用することができるでしょうか。球の打ち合いですが、さあ圏内まで近寄っていきたいニャンシー。さあボンちゃんの方もウルコンゲージが溜まっている状態、後がないニャンシー。削り体勢のボンちゃん、これで1本取り返して 1-1 のラウンドは3ファイナルラウンド。大変だ、これで4割、膝入って置き攻め。さあ力強い選択肢を次々と見せていくボンちゃんですが、メス波動、これはどうなる。ザハハハ。さあこれで勝負は分からなくなったと言えるのでしょうか。依然大きく耐える、後がないニャンシー、どのように展開されていくのでしょうか。パカット、勝ったのは 2P 側ボンちゃん。はいはい。